ますこーい。やるな。何をやってるの。まったく掃除ぐらいまともにできないの。あ、そこ、その汚らわしいものをどかしなさい。早く。まあ、なんてこと。この方は学院創立者である三宮姫巫子先生ですよ。専用の掃除ネットを使いなさい。へえ。なんですその返事は。もうやだしら。そうだって。じゃあね。ああ、よっ、遅れて悪い。鳴尾四郎でしたね。大事な掃除に遅刻するとはどういうことです。行ったら行ったら、掃除掃除。まったく、男どもはこれだから目が離せないわ。確かに。絶対におかしいですよ。なぜ男子生徒たちだけなんですか。同じ学校の生徒として男女の区別なく掃除は一緒にさせるべきです。掃除だけでしたら当学院には清掃会社が入ってますから、別に人手が必要なわけではありません。だったら男子生徒も掃除しなくていいはずじゃないですか。大事なのは掃除という行為を通して何かを学ぶということだと思うんですけど。その通りです。男たちを少しでも理性ある人間に育て上げるために必要なんです。だからなんで男だけなんですか。天和先生、なんでそんなに男に味方するんですか。あなたの身の回りの男を思い出してごらんなさい。どれほど立派な男がいますか。見た。あら、来ないで。いえ、私はただ男も女も同じ人間だと。そんなのは理想論です。とにかく甘い顔をすればつけ上がるのが男です。そんな、貸せよ。ありがとう。なんでお前がこんなことやってんだよ。響先生が掃除は女子もやるべきだって言ってたでしょ。私もそうなのかなって思って。ふん、気持ちだけにしとけよな。ありがとう深井君。なんか私嫌われてるのかな。卒業するまでこうやって下働きなのかね俺たち。学院長と教頭は俺たちのこと虫けらか何かみたいな目で見やがるしな。おい、一度掃除を全部ボイコットしてやろうか。おお、いいね、やろうぜ。いつにする。そういうことはよくないよ。学校の方針には従うべきだ。怒られるの怖いしね。別に怖かねえよ。ちっ、お前らみたいのがいるからつけあがんだよ。僕は別に掃除のボイコット程度じゃ何も変わらねえよ。なんだよ、アキラまで諦めムードかよ。まさかそのうちにな。絶対なんとかしなきゃよくならないよ。男子生徒は抑圧されちゃうし、女性とは妙な男性感持つだろうしさ。男女差別っていうのはどこ行ってもついて回るもんだよ。ダメだ、少なくとも教育の現場においては絶対平等。まあ、あんたならあの学院長を変えられる可能性はあるかもね。え？いや別に。それより明日給料日だったね。今度こそ家賃払ってもらえるんだろうね。大丈夫、今月はもう買うものもないし、来月分まで払えちゃうくらい。クラゲ、お前の犬自治生活も終わるからな。犬鍋がなくなるのは残念だけどね。ご苦労様でした。今月もよろしくお願いします。ああ、仰々しいっつうか、普通は振り込みたっちゅうの。天和響教諭。はい、はいはい。
はいは1回です。はい、ご苦労様です。どうもどうも。今日もいい天気ね。なんかめちゃめちゃ機嫌いいね先生。給料日よ給料日。なる。さあでは出席を。あれあれ、あ出席簿忘れちった。ほんま地に足ついとらんな。うん。今日の日直誰？悪いけど取ってきてくれるかな。ああ。よろしく。失礼しますと。誰もいねえじゃん。あ、ここだここだ。うー、きたねえ。これが女の机かよ。どれが出席簿だよ、たくも。あ？うん？何かあったの？え？給料袋がなくなった？まったく学院始まって以来の不祥事です。でもそれがなんでナルオと関係あるんですか？彼は指導教員の質問にも一切答えない反抗的な態度を取り続けているそうです。そりゃいきなり犯人扱いされれば誰だって怒りますよ。証拠でもあるんですか？見たんですよ、彼が誰もいない職員室から出てくるところ。え、あれは私が出席簿を取りに行かせたんです。偶然ですよ。そう、そして偶然私の机を見たのかも。なんでそうなるんですか？え？なんだよそれ。ひでえ話だろ。ナルオシロウの机はどれです？ナルオシロウの素行には以前から多少の問題はありましたね。それでそんなことだけで疑うんですか？他に理由がいりますか？どれだと聞いているんです。机の中調べるってわけですか？いきなり犯人扱いかよ。そう思わせるような言動があるんですよ彼には。言動？ナルオが先生たち好みのいい子ちゃんじゃないからだろ。十分な理由でしょう。机調べても何もなかったら？調べればわかります。早く教えなさい。あなたたちも同罪になりますよ。冗談じゃない。学院長、あなたの背負ってる愛一心ってのは何なんですか？生徒を信じることこそ愛でしょう。天羽先生、学院長に失礼ですよ。響先生大変です。何なんですかあなたたちは。男子たちが、わっせ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 。アイマイミーストロベリーエッグ。